こんにちは、ナビゲーターのももです。いつもご視聴いただきありがとうございます。今日の話題は1、海外の反応。大谷翔平、来季年俸は41億円、トレード先ドジャース、米メディアが分析。2、今日の試合結果、エンゼルス対ブルージェイズについての海外メディア反応です。エンゼルスは球団売却を検討していることを23日日本時間24日に発表した。大谷翔平投手については今オフのトレードの可能性が取り沙汰されるなど変わらず、周辺は騒がしい。米スポーツ専門メディアブリーチャーレポートは、新しいエンゼルスのオーナーの下で翔平、大谷とマイク・トラウトをトレードする可能性を分析すると題した記事を掲載した。米スポーツ局 ESPN のバスター・オルニー氏の報道によると、エンゼルスの編成部門の総意としては、大谷を8月の期限前にトレードすることが球団の長期的な展望としては最善の行動だとされていた。しかし、アート漏れの球団オーナーがそれを阻止したとしている。同メディアは、大谷をトレードする絶好のタイミングはトレード期限の時だったとして、多くの球団が大谷を保有する 1.5 年分のためにかなりの金額を払っていたことだろうと分析。仮に今オフに大谷をトレードしたとしても、今年8月の期限の時にしていたよりも対価はかなり少ないものになるだろう。彼は FA になるまでたった1年しかないと述べた。大谷の来季年俸はまだ決まっていないため、オフの年俸調停では今期の550万ドル約7億円より急増することは必至だという。例として、当時レッドソックスのムーキー・ベッツ、現ドジャースを挙げ、2018年に MVP、2019年に MVP 投票トップ10に入った後、2020年1月に年俸調停を回避して2700万ドル、約36億円でレッドソックスと契約合意したことを紹介。大谷が2023年に3000万ドル、約41億円を手にしても、何ら驚きはしないと指摘した。トレード先の候補に挙げられたのがドジャースだ。デビッド・プライス、クレイトン・カーショー、クレイグ・キンブレル、トレイ・ターナーら主力選手たちが揃って今オフに FA となる。そのため資金に余裕が生まれ、有望株も粒揃いだ。彼らドジャースは来年、有望株のディエゴ・カルタヤやボビー・ミラーらを放出したくないかもしれないが、エンゼルスはドジャースに大谷トレードを実行せざるを得ない状況にするために、ヤンキース、レッドソックス、カブスに大谷の名前をちらつかせることもできるだろうと説明した。最後までご視聴ありがとうございました。このチャンネルでは、もも宛てにお気軽にコメントしていただけたら大変嬉しいです。また、見てよかったと思っていただけたら、チャンネル登録、グッドボタンをよろしくお願いします。チャンネル登録していただけますと、ご希望者には PDF レポート、ヒット商品、開発の裏技をお送りいたします。